札幌ドームで初開催となる花火大会、同心秋花火。ホバリング式のサッカー場がある屋外アリーナに1万6000人分の観覧席を設置して、およそ1万8000発の花火を打ち上げるイベントです。花火市の日本一を決める全国花火競技大会で、一昨年最優秀賞に輝いた山梨県の花火メーカー丸ルーが道内で初めて打ち上げを行います。 音楽と融合したエンンンターテインメント花火、開催は9月15日、日曜日で今月20日からローソンチケットで先行予約が始まります。